今日はです、ね、えー、とにかく安倍政権の検証のこれ第5弾になるんですけども、えー、これが僕一番大事だと思ってるので、えー、何よりもこれが一番大事でこれさえしっかりしていれば、まあとのことはいろいろ問題があっても、えー、最後はなんとかそれを。 改めることができる、まあ、将来になるかもしれないけど改めることができるんじゃないかという意味でこれが一番大事だと思っているのでこれを今日はきちんととやりたいと思い思ます最初にあのせっかくなので今回あの学術会議の問題というのが、まあ、菅政権が発足して早速,早速起きました。で、まあ、学術会議のあり方をうんぬんという話はまたいろんな論点があると思うんだけど僕が一番三木さんに聞きたかったのはあの、まあ、今回ま学術会議側の学術会議側が推薦してきたあのが推薦してきた中で えー、6人の方が結局政府はそれをその推薦してきたのに任命を、まあまあ、拒否した形になってたわけですよね。でこの6人の名前も明らかになってるんだけどこれはこれが理由かどうかは分かりませんが、えー、その6人が6人とも、まあ、6人のうち5人が、えー、特定秘密保護法に反対の意思を表明してきた人であるとそれから、えー、お1人は共謀罪に反対をしてきた、えー、反対して。 参議院の法務委員会の参考,人質参考人としてやっぱり批判的な、えーまあ、野党側の、えー、おそらく参,あの参考人だと思いますけど、まあ、出てるっていうようなことがあって、まあ、野党側だったりあるいは与党がやろうとしたこと政府がやろうとしたことに反対の意見を表明してきた人だということがはっきりしていると。でえー、仮にね それが理由だっていうんだったら、まあ、それが理由だってことがはっきり意思表明されて例えばそういう議論の場があってこれこれこういう理由で駄目になったんだっていうことがあれば、まあ、いいとは言わないけどまだまだそれがはっきりすればいいんだけど今の日本で例えば何かの理由でこの6人が駄目になった時にそれはあのどうして駄目になったのかとかが記録に残ったりあるいはその理由っていうのを我々があの 官房長官が何かとぼけた顔して「そういうことになりました」とか「最後になんか総合的に判断です」みたいなあんなのでその我慢しなきゃいけないって変なんだけどあんなのしか我々はあ,のあんな説明しか受けられないんでしょうか日本では今は。やっぱり情報を出すとかそれから説明を例えば会見でするとか、うん。うん ある意味説明をする側とか情報を持っている側がある程度こう出すものをコントロールするってことはどうしても起こるっていう前提であの動いてると思うんですけどそれが全てになってはいけないっていうのがあの基本的ななな政府ののあり方のベースになきゃいけないけと思うんですよねでところがまあ学術会議の経緯が実際どうなのかっていうのは分からないですけれども内閣府がえまあ最終的には。 えー、回答しているということなので、はい、内閣府が、えー、勝手におもんばかりで忖度をしてやったのか、うん、それとももうちょっと高いレベルあの官邸側とか政治的な指示があったかどうか,とか、えー、政治的な指示があったか、うん、っていうことで言えば、うんうん、内閣府側は。 あのまあ、6人の方の業績を否定することも人格を否定することもできないはずなので、うん、あと思想信条を理由にした拒否というのもこうできないはずなので。今みたいなとき だからそういうものを公的な記録に残るってことはまずないと思うんですよね。うん、でその政治的な関与があったとすると日本の場合って、うん、あの行政のこう実務レベルですよね決済を上げていくプロセスとか、まあ、そういう記録は割と何か残さなきゃいけないことになって残ってるんですけども。 より政治プロセスより高いレベルの政治プロセスになるばなるほどもともと記録ってほとんど残ってないんですね。誰にあっったたののののかかかかとととどんななをしそかかそうういいこもが残てわけですよねだから何かその政治的な支持とか関与があったとしても,も行政の側は残さないでその政治プロセスの側もそれを公的な記録としては残さないということは。 ま、今の政権とか前の安倍政権に限らず、まあ、割と一貫して日本の行政組織の中にあったと思うので、まあ実際何があったのかっていうことを、彼らが口頭で説明する。以上のものを知ることはまあ、今のこれまでのやり方を考えると無理だなっていうのがまあ、率直な感想です。こういう法律を作ったり、じゃあこういう風にやっぱり行動しなきゃいけないっていうのがあるはずなんですよね。で、それをあの。 ちゃんとそういうふうにやってますよっていうことを責任持ってやってますよっていうことを証明する手段として公文書に記録するっていうのがあるはずなんですよ。ところがやっぱり日本の政治プロセスって公文書を通じて自分たちの説明責任を果たすとか自分たちの責任を公文書を通じて記録することで責任ある状態をずっと維持し続けるっていうことをあまりしてきてないっていう要はそういう記録をみんな見たことがないというところがあって。 なので、まあ、こういうその推薦したのに任命しないというような問題が起こった時にそのネガティブな反応がいろいろ出てくるつまりその、えっと、今後の推薦に何か政治的な影響を及ぼす可能性が出てくるということは、うん、それはイコール合理的な理由とか記録を通じて政治が自分たちを起立してないというところの得体の知れなささから。 勝手におもんばかっていろんなことをするっていうことが生まれる土壌が出てきてそ,、ね、それが散々起こってきたのがやっぱり前の政権下だったっていうことでもあると思うんですよねうん、うん、でもねいや僕不思議なのはねだってその意思決定今回の意思決定に対してね実際に拍手を送る人もおそらくおそらくじゃない,いや間違いなくいるわけじゃないですか。うん、でそういうい人たちかかららの指示を自分たちはててに,にしてるから やってるんじゃないんですか。逆に言うと、なんで隠さなきゃいけないんだろう。のすべての法や制度には、背景的な期待があるんですよね。うん、その背景的な期待っていうのは、僕たちが普段どういうふうに生活しているのかっていう生活形式。うん、ある社会的な、まあ営みの形式ということですよね。うん、なので、当然のことながら。あの法の、まあ、設立趣旨、あの立法趣旨、まあ、の中にそうしたものが。暗黙に書き込まれているというふうに考えるほかはないんですよね。うん だって保守政権なんでしょだったらなおさらそうなんだけれど,、うん、どだったらそんなことはあのそんなことというのはそういう背景的な期待に反することをしているということは当然言えない口が裂けても言えないじゃあ本題に入りますね今日はねミキ、まあ、さんに来ていただいて安倍政権であの、まあ、起きたさまざまな事,事象の中でそれを公文書管理まあ公文書管理イコールイコールというか、まあ、裏表で関係の情報公開という視点からちょっと見ていきたいんですけど もうあまりにも多くてですね他にもいっぱいあるんですけど、まあ、大きくまとめるとまずこんなふうになると思うんですがあのちょっと全部できるかどうかわからない、まあ、共通している問題もいっぱいあるのでねあの全部細かく一個一個やる必要があるかどうかわからないんですけど、えー、とちょっとまずは安保法制というところでね最初あの、えー、これあの何を言いたいのかというと安保法制を要するにあれなんですよね。あのえー、と 集団的自衛権の行使を可能にするまあ法解釈というのをあの小松さんという外務官僚を内閣厚生局長官に、まあ、一本ずりでその安倍政権が据えてでそれでまあ内閣としてはそ,ういうそれが我々のまあその 憲法法解釈ででですすいいうう形で、まあ、その安保法というのをまあ出してきたわけですよね内閣としてはそれはだから問題ないということで出してきて、まあ、あとはもう最後はまあ大揉めに揉めましたけど多数,多数派ですからそこはねどういう議論があった結果そういうふうにその解釈がそのまず政府内で解釈の変更があったのかっていうことがまずえ知りたいという場合の行政文書の公開が 実際はないっていうことなんですか。これはなかったってことなんですか。そうですね。うん、まああの憲法解釈については内閣法制局というところが、うん、あのまあずっと積み上げてきたものがあって、うん、まあその過去の解釈を憲法解釈を変更して集団的自衛権を容認するというですね。うん、まあそういう最終的なあのまあ政府の、ねえー、解釈になったわけですよね。はいはい、なので内閣法制局の中にあの検討経緯とか。 あのまあ、要は過去と変更しているのでこれは大きなことですよね。はいはい、なので、まあ、そういうその経緯を行政文書として、えー、あるかという情報公開請求に対して、うんえっと、不存在、残していないということで、えー、文書が実はなかったというのが2015年9月の、えー、ことですね、それが分かったとっいうのがその頃ですね。はい、はい 例えばイギリスの公文書館で首相のメモがチャーチルのメモが残ってたとかアメリカの大統領のメモが残ってたとそういうその最高レベルの,その政治権力の記録のメモっていうのはこれはアメリカの場合はあの残さなきゃいけないっていう法律になっているので残るとただしその行政組織の内部とかになるとやっぱりあのえっと行政機関と政府機関としての作成とか やはり保有っていうのはどうしても要件になってしまうということでちょっとそこはあの高い政治権力のレベルと実務レベルっていうのがまあちょっと分かれているっていうところはまあ,あるんですね、うん。で日本の場合は高い政治権力が持っているそのまあ秘書官のパソコンの中の文書とかえ首相が自らつく使ってた文書が公文書の中に包摂されてないというところでそもそも あの大事ななもものがが残ってないっていいうう状況がどうしてもあるとその内部での意思決定とか一定の手続きを経たもの以外も包摂するような定義にしないとお話にならないっていうところでまあ実はこの定義が出てきてそれでその実は90年代の時点では前進だったんです前身だったんですけどもでこれがさっき宮崎さんおっしゃったようなそのまあ私的に言うと不分立みたいなもので。 あの責任ある仕事をしている以上は業務上必要で使ったものは公文書としてちゃんと残すっていうことができますよねっていう前提でそういう前提でつまり組織としてこ堀作って実行する以上は当然そ,のそういうふうに変化を組織として知っていかなきゃいけないというところであのちゃんと機能させなきゃいけないものがそれができてないっていう大問題があってでその結果あの要は。 市政が働いて何を残すかっていうこととかあと一番肝心な政治権力に関する記録が残んない状態になっているとかあのつまり政治自らが律していないで実務レベルを締め付ける方向にしかやっぱり物事が公文書管理についても情報公開についても動かないということになってま てしまっているというのがまあちょっと辛いところではあるんですよね本来ののところじゃないところにすごい効いちゃってるようなところがあるわけね逆に言うとね政治ね政治に制御を制御するっていう本来のいい、ね、だからまあこういう定義ができたことによって、うん、あのそういう姿勢があの発揮される余地があの多分に出てきちゃったというところありますまあじゃあせっかくだからちょっとミキさんこれミキさんのあの記事からちょっといただいたやつなんでこれがまあ首相の 日程でこれ多分メデ,メディアに出してるものだと思うんですけどす、ね、っていうのは冒頭カメラ撮りかって書いてありますから、はい、多分これ名言でもこれしか残ってないのね行政文書ってなるとこれ以外何やっても出てこないですねこれじゃあ、ね、納税者に対しての説明という意味では1日に5個しか仕事してませんでしたいうことになるね。 皆さんは首相同性っというのを新聞で見ていてそれは、はい、だからあれがないと本当に日本のトップの政治権力は何してるか全くくからなくなりますね、うん、でちょっとせっかくだからじゃあこれね、えー、これはジョージ・ W の方ですね,ですねジョージ・ウォーカーの方ですね,ですね息子、はい、これがですね7時から午前7時から9時までの間だけですよこれは1日じゃないですよ。の日程 どっちかっては活動記録になっていて、いつ電話をしたのかとか電話を受けたのかとか、そういうこともあのま100%完璧に記録されているかどうかわからないんですけども、まあかなりの部分があの記録されています。分単位だよね、これ見るとね。そうですね。あと9時26分の次9時29分だもんね。はい